モーショントゥインが完成するとフレームの両端に黒い丸の印がつきます。そしてその2つの黒丸を実践の矢印が結びます。このモーショントゥインにさらに変更を加えることにしましょう。10フレーム目を表示します。タイムラインヘッダーのメモリー10のところをクリックすると再生ヘッドが移動してこのロケットの位置が10フレーム目です。そしてこのロケットをツールボックスの矢印ツールで ドラッグをして少し右上の方に移動しますそうしますと先ほどフレームの両端についていたのと同じ黒丸が今再生ヘッドのある10フレ目につきます結果がどうなったのか再生して確認してみることにしましょう制御メニューから巻き戻しですそしてもう一度制御メニューから再生します 10フレーム目を少し持ち上げましたので、途中少し上の方に持ち上がってから、それから左斜め上に行きます。もう一度確認してみましょう。もう一度再生しますと、ちょっと上に上がって、それから左に行くという具合です。タイムラインで、この黒丸のついたフレームのことをキーフレームと呼びます。キーフレームは文字通りキーとなるフレームのことで、言い換えれば、 ターニンングポイントというう感じでしょうか何のキーあるいはターニングポイントかといいますと今回のモーショントゥインというのは位置を移動しているわけなんですけれどもこのキーフレームはそれぞれ独立の位置座標をとっていますではキーフレームでないフレームはどうやって座標が決まっているかというとフラッシュがその前後を挟むフレームの座標をもとに計算して割り当てをしているんです ですから、このキーフレーム以外のフレームというのは、挟まれている2つのキーフレームの座標に位置が依存するということになります。ですから、この10フレーム目のロケットを今度はもうちょっと後ろの方に持っていきますと、今変更したのはこの10フレームのロケットだけなんですけれども、この間の部分のフレームのロケットの位置というのも自動的に変化します。 もう一度制御メニューから巻き戻しをして再生をしてどう変わったかを確認してみましょう先ほどよりも上の方に上がっていってそれから左に行くという動きになりましたもう一度確認してみましょう再生しますと上の方に上がって左の方にとこういう具合ですキーフレームに独自に設定できるのは位置座標だけではありません 現在タイムラインの20フレーム目に再生ヘッドがあります。20フレームのロケットの位置はここです。このロケットをさらに縮小してみることにしましょう。縮小するにはツールボックスの自由変形ツールをクリックして選択します。そしてロケットをクリックすると八方に黒い四角ハンドルが出ますのでそのコーナーに合わせて縮小ですから内側です。ドラッグをするんですけれども縦横比を崩したくないので キーボードからシフトキーを押したまま内側にドラッグをしてこんなに小さくしてしまいましたこうしますと縮小した状態もこの20フレームのキーフレームに設定されますけれども10フレームのキーフレームにはロケットはそのままの大きさで設定されていますので10フレームから20フレームにかけてだんだんとロケットが小さく遠ざかっていくように見えるという具合になります 次に1フレーム目です。タイムラインのタイムラインヘッダーメモリ1をクリックして1フレームのロケットを表示します。これは最初から斜めを向いているんですが最初はやはり上を向かせましょう。やはりツールボックスの自由変形ツールが選ばれていますのでこの1フレーム目のロケットをクリックしてコーナーよりちょっと離れたところ丸いポインターが回転でしたね。これでドラッグをして回転をさせて上向きにします。 こうしますと最初は上向きでリフレームは左斜め上を見ていますからだんだんと左斜め上に傾いていきながら移動するというふうになりますではムービーのアニメーションを確認してみることにしましょう今までは制御メニューから巻き戻しをして再生というふうにしたんですが実はアニメーションムービーの動作を確認するためにはもう一つコマンドがあります それはムービープレビューです。ショートカットはマッキントッシュはコマンドキー、Windows はコントロールキーを押しながらリターンもしくはエンターです。ではこちらで確認してみることにしましょう。ムービープレビューというのはフラッシュプレイヤーというアプリケーションとはまた別のプログラムによってムービーを再生します。そしてこのフラッシュプレイヤーの再生というのはよりブラウザーで見る環境に近いです。 ですから、ブラウザーでどのように見えるかというのを確認したい場合には、制御メニューの巻き戻して再生よりも、ムービープレビューでご確認いただく方がいいでしょう。そして、ムービープレビューでは、このように何度もループして再生してくれます。さて、アニメーションの方を確認しますけれども、最初は上向きでスタートをして、だんだん斜めになって、そしてそこから左上に飛び去っていくに従って、ロケットがどんどん,どん小さく遠ざかっていくと。 いうアニメーションになっていますもっとも今のロケットのアニメーションは速度が一定なので今一つメリハリがありませんスピードに変化を与えることにしましょうその変化を与えるキーフレームはまず10フレーム目を選択しますタイムライン減ったメモリ10の下のキーフレーム黒丸のあるフレームセルというんですがマス目をクリックしますそうすると 10フレーーム目のロケットがステージに表示されました。タイムラインのキーフレームを選択した状態でプロパティインスペクターを見ますとプロパティインスペクターにはフレームと表示されますそしてトゥインの下にイージングという項目がありますこれがモーショントゥインの移動スピードの加速あるいは減速をコントロールする部分です現在0これが等速運動なんですけれども 右側にある下向き三角のボタンをプレス、マウスボタンを押したままにしますと、スライダーが表示されます。このスライダーを上にスライドさせると、イージングの数字がプラスになって、ここにアウトと表示されます。それから、またマウスボタンをプレスして、下にドラッグしますと、数字がマイナスになって、マイナスになると右側にインと表示されます。今回は、だん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 遠ざかっていくにつれ、加速するというふうにしたいので、 この場合には Easing の in、EaseIn を使います。細かく調整してもいいんですが、実際には細かい小さい数字ではあまり変化がよくわかりません。ですから Easing を使う場合には最大値がマイナス100とプラス100なんですが、この両端に減らしてしまっていいでしょう。ですから今回は EaseIn のマイナス100にします。では、ムービープレビューで確認してみることにしましょう。 ムービープレビューの場合には必ずムービーの最初から再生されますので巻き戻す必要はありませんでは制御メニューからムービープレビューショートカットはマッキントッシュはコマンドキー Windows はコントロールキーを押しながらリターンキーもしくは Enter ーキーです上に上がるときは等速で上がっていってそしてそこから左に進むときに最初はゆっくりでだんだん加速しています 最ももとと、よく見ななないいいいあるいは言わわれかからないかもしれませんマイナス100でこの変化ですからマイナス10とか20にしてもおそらく差はほとんど出ませんので使う時はマイナス100あるいはプラス100でお使いくださいイーズインの反対イーズアウトイージングのアウトも使ってみることにしましょうこれはタイムラインの第一フレームキーフレーム第一フレームを選択します ここに設定しましょう。キーフレームを選択すると、プロパティインスペクターにフレームと表示されて、イージング現在0です。これをそれでは、右の下向き三角のボタン、マウスボタンプレスして、上に持っていって、プラスの100ということで、イーズアウトになります。これは、どん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 上に上がっていくほどスピードが落ちていって、つまり、ボールを上に投げ上げたように、上に行くほどだんだんゆっくりになると、そういう効果が現れます。 ではこれもムービープレビューで確認してみましょう今度は上に行く時にだんだんスピードが下がっていって一旦空中でちょっと止まったような状態になりますねそこから今度はイーズインで飛んでいきますので飛び去っていくに従ってどんどん加速するとそういう雰囲気になりましたこれで少しロケットのモーショントゥインのアニメーションもメリハリがついたのではないでしょうか